さんですか。そうですね。美容室ですかね。ああ、美容室か。お疲れ様です。すいません、今テレビの取材受けてまして、あの2階が自宅の料理屋さんを探してるんですけど、いや、とんでもないです。ありがとうございます。失礼します。すいません、お待たせしました。すいません、ありがとうございます。聞いていただいて。もうちょっと行ってみても大丈夫ですか？あ、大丈夫です、はい、大丈夫です。はい、おいくつなんですか？私、33歳です。33なんですね、はい、へえ、ずっと生まれも育ちも神奈川なんですか？そうですね、神奈川ですね。ご自宅もこの辺りなんですか？はい、私ですか？はい、私の自宅は少し離れた南区ってとこです。横浜の南区。へえ、はい、あれ横浜、はい、そうです、深谷戸高校です。あれですよね、強豪校ですね、高校野球。あ、そうです、そうです。最近はあまり神奈川大会とかね、上まで行けないですけど。え、高校時代野球とかやってたんですか？高校時代やってなかったです。中学校までですね。あ、そうなんですね。行った高校が野球部なかったんで。そうなんです。野球部がない高校なんてあるんですね。ありましたね。ずっと寝てるっていう一日だったんですけど、もう慣れてくると午前中に起きて元気に動けますね。何やってるんですか、じゃあ休み。休みの日ですか、はい、そうですね、まあ、趣味的なことで言うと会社に野球部があるんですけど、はいはい、野球部の活動をやったりとか、はい、会社で野球部なんてあるんですか？はい、あります。あとは妻とご飯食べ行ったり買い物行ったり、はいはいはい、あ、結婚されてるんですね。そうなんです。お子さんもいらっしゃるんですか？それがね、昨日生まれたんですよ。本当ですか？昨日生まれたんですか？昨日生まれたんですよ。すごい、おめでとうございます。ありがとうございます。昨日何時頃生まれたんですか？昨日のね、7時前、夜の夕方の7時前ですね、はい、まだ24時間経ってないんですね。経ってないです。すごい。立ち会えたんですか？いや、今ね、このコロナのせいでね。そうなんです。そっか、はい、立ち会いも面会もダメって言うんで。へえ、はい、じゃあ写真だけですか、もしかして。写真、そうです。へえ、さっきでもあの妻がテレビ電話してくれたんで。あ、そうなんですね。ちょっとね、見れましたけど。へえ、すごい。男の子、女の子、どちらだったんですか？男の子です。あ、男の子で、はい、へえ、初めての奥さんですか？そうなんです。ああ、よかったですね。はい、ありがとうございます。名前とか決めたんですか？名前はそう、さっき決まりました。え、さっきなんですか？しかも何になったんですか？イオリって名前なんですけど、ね、イオリくん。さっき聞いたやつなんですけど、本当に、いいですね。イオリくんでしたか？イオリです、はい。へえ。私、名古屋の、はい、中京テレビっていうテレビ局のものなんですけども、はいはい、ね、こうなんか料亭みたいなのありそうだけど、これだってね、住んでそうもないもんね。そうですね、家ですかね、スナックとか。あれ、待ってください。あとはこういう食事のところ。ちょっと待ってください、はい、名古屋、はい、名古屋ですか、はい、ちょっと今の気になりますね。名古屋のテレビ局なんで。ああ、そっか。そうです、ちょっと。そっか、じゃあちょっと家対してみましょうか。そうです ね、名古屋でしたよね。はい、名古屋ってお店です。なんで名古屋、千葉になんで名古屋なんだろう。わかんない、それ取材してくれないとわかんないです。あ、なんかそうだ、はい、お蕎麦屋さんだね。あ、地元のお蕎麦屋さんなんじゃないですかね。これしかもどうなんだろう、これ2階どう思います？2階一応ありますもんね。あ、2階住んで、あ、住んでますね、きっと。ほら、だって物干しとか作んないでしょ普通。
全部買ったらね、はい、なんかいるな、なんか鳥いました、ね、なんか今鳥いましたよね、はい、これは住んでます、住んでますかね、はい、ありがとうございます、はい、名古屋の中京テレビっていう日テレ系列のテレビ局のものなんですけど、はい、ちょっと突然来て申し訳ないんですけど、はい、イントネギは、はい、自宅のお店は、はい、安くて美味しいっていう法則で、はい、色々お店探しをしてて、で外から拝見すると、はい、1階が自宅住宅なんですよ、はい、あれだったんですよ、うちの、 あの住まいです、あ、はい、はい、お父さんが住まれて、そうです、そうです、本当ですか、はい、あ、良かったです、良かったです、それが、すみません、そしたらおすすめのメニューとかって、おすすめのメニューはお蕎麦を、本当にお蕎麦だけどお腹いっぱいになりたいってなったら特盛もどき、特盛もどき、特盛もどきっていうのはどういう、特盛もどきっていうのは特盛を食べれない人がもどきを、ああ、じゃあ特盛より少ない、そうです、そうです、うん、じゃあ特盛もどきを、じゃあ、はい、やりますね、はい、はい、お待ちどおさまです、いっぱい食べてくださいね、え、これ特盛ですか、これ、これはもどきです、そうなんですか、へえ、おいくらですか、値段設定1200円ぐらいですか、あ、へえ、お客さんお腹いっぱいになりました、あきらさん足りんのかい、そば足りんよ、本当にこれは想像だよ、だいたい目分量、手分量で昨日も見てると思うけど入れてるから、うん、どん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 そのなんだ入れ方が雑になってきて多くなってきた今日さ、はい、うちのほらあのお米屋さん、はいはい、お米屋さんというか農家の方なんだけど、はい、新米少しくれたから持ってきね、そうなんだ、鳩の米は美味しいから、はい、はいはいはい、あー、すみません。そうだね。お兄さん大体一人ですか？一人です。あるんで。そうだよ。二人ともこっちに香取市にいる間に3キロぐらい太らせねえとダメだろ、お母ちゃん。いや、1日1キロでしょ。香取市にある2階が自宅のお蕎麦屋さん。お邪魔します、はい、どうぞどうぞ、お、これここですか、名前はなんていうんですか、チロ、はい、チロ、チロ、マックロ、
ベンガル。おっ、びっくりした、大きい。へぇ、はい、すごい。で、今、この入ってこっちがアヒルですか？アヒル。ホールダックで、はい、こっちがつくねで、はい、こっちがネギマ。違いがようわからんですね。すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、なんで山本さん、僕虫食べてきたの朝。いや、朝は食ってないでしょ。はい、うん、あ、ただ今ちょっと作っちゃうから食べて。あ、いやいや、でもあの用意とかがあるんで、うん、大丈夫です。あの、終わったら、終わったらいただきます。サクサクっと食べれるよ。終わったら。失礼します、どうぞお召し上がりください。ありがとうございます。うわ、おそばはあの大盛りにしてありますね。ああ、食べてください。え、これって、はい、え、これ並盛りですか？普通盛り。え、これぐらいでご飯の量出すこともあります？大盛りの人はもうちょい山から。あ、大盛りだともっと大盛りなんですか？大盛りだと、はい、大盛りだと、あ、いいです、いいです、大丈夫です。ちょっと待ってください。みんなそう考えるよね。大丈夫です。大盛りだとこんくらい。え、大盛り。いや、大盛りは頼んではないんですよ。あ、怒っちゃった。無理して食べてお腹壊しちゃったらさ、まだあるし、明日も明後日もまだ出るよ。すいません、これ、これはこれカツ丼。これ
あ、カツ丼なのは分かる。あの夜のご飯。あ、夕ご飯か。そう、どうぞ持ってってください。すいません。いえいえ、ありがとうございます。お腹いっぱいになって、もうちょっと大きくならないとな。いや、もう十分ですよ。ありがとうございます。ご苦労様でした。すいません、またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。洋室のさ、はい、軽く食べてみる。卵かけご飯。ああ、面白い。このさ、はい、食べるの決めて、何する？いやもう今日本当お腹いっぱいです。マジで本当。こちらが曇ります。こっちの方がいいですか？でもいいですか？いいですよ。店屋さんに食べに来てさ、はい、お腹いっぱいになんなかったらなんか悲しいじゃない。増やせば増やす分だけしんどくなりません？うん、しんどくなるけども、でもほら、そうやってしんどくなっても二人がしんどい思いするだけだから、あとはもうお客さんがね喜んでくれればいいや。その手間が大変になりません？そう、手間だけだよね。でも手間はただだから、うん、自分がやるのはね。すごい感じがいいですよ。もう入ってきたらね、ニコニコをね、あれしな、笑顔でね迎えてくれるの。今朝喧嘩してきたけど、ここに来たらね、笑顔、すごい笑顔。でもさ、こういう商売やっててさ、山本ちゃんがこれ、うちののれんが名古屋って言って、うんと思ってさ、入ってきてくれたっていう、その意図っていうのかな、それがすごいね。うん、だから俺も生きてる証ができるよ。いい経験したもの。だから今回これでテレビに映んなかったとしても、岩本ちゃんの胸とアトム君の胸に俺の顔がバーンと入れば、何かあった時にこれかね。じゃあ水曜日にあれだ、記念写真撮ろうっと。ね、パパみんなで撮ろうよ、ゆばちゃんたちを真ん中に。で、その頃に、ふみちゃん来るって、お休みなので、それだけちょっと。あ、すいません。2時までに置いて。2時までに置いて。だから、ゆばちゃんにサイン書いてもらって。いやいやいや。ね。おー、ふみちゃんいらっしゃい。縦、横？どっちでも好きなよ。みんな待ってるよ。いいですか？うん、はい、みんな書くんだよ。お兄さんたちもだよ。あ、やったー、赤ー。冷蔵庫にこれ。いいよ、赤いしみたいな。真ん中で。の測って、あと入れて。はい、久しぶりです。はい、チーズ。ありがとうございます。忘れた時なんかすみません、何くらないのか。本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、ゆめちゃん頑張ってね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。